こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。ご視聴ありがとうございます。本当に久しぶりの YouTube の配信になってしまうんですけど、元気にされてますでしょうか。なんでこんなに YouTube の配信が滞っていったかというとですね、今日ですね、この動画撮ってるのが5月の22日なんですけれど、2ヶ月前宇宙元旦ありましたね。まあ3月の20日ですけれど、でここで終わるのかなと思ったら、その後もものすごい変容と向き合いでいろいろバーってですね、この2ヶ月ですね、ものすごく覚醒が進んだんですよ。でそのスピードがすごく速いので、まあね、意識とかの変容にやっぱね、いろいろなものが追いつかないというか感じになってたんですね。でどんどん上がっていくからね、もう2ヶ月前ともう自分自身のエネルギーも意識も全く別人みたいに今なっちゃってるんですよ。でやっぱそのですね、エネルギーの波動の上昇に肉体とかオーラ体も追いつかないから、4月にも1回ですね、39度を超える高熱が3日間ぐらい続いたりとかしてっていうね、もうこれ完全なアセンション症状ですね、いわゆる浄化現象みたいなのも起こったりとかしてですね、やっぱすごいそういう進んでる感じだったんですよ。やっぱね、それでそうするといろんなインプットとかもある状態なので、なかなかアウトプットするっていうのに安定してそれができない状態、それよりは今どんどんインプットが必要だなっていうので、インプットしてなんか自分の中の本当 OS がですね、古いデータとかが全部アンインストールされて、新しいものインストールされて、もうアップデートされたっていう感じになってます。実際多分ですね、動画見てもね、エネルギー全然違うと思いますよ。分かる人には分かると思うんですけど。はい、そんなこんながあってですね、やっと今安定してきたので YouTube が配信できるようになりました。で、まあ、この2ヶ月の間ですね、何にもしてないわけじゃないです。ちゃんと一応お仕事もしてるんですよ。で、その中でやったことの一つがですね、新しいメール講座を作るっていうことだったんですね。はい、それがですね、今回ご紹介するツインデーの真実を知るメール講座というものになります。はい、でこれに関してですね、すでに公開はしているんですけど、紹介をしていませんでした。なので今日この動画で紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、経緯として、2018年、この年にですね、僕はそれまではですね、心理学とか脳科学とか使ったメンタルコーチングっていうのを仕事でちょっとやってたんですけれど、そこからちょっとスピリチュアルですね、この能力とか持ってたものを封印してたんですけど、解禁してちょっとスピリチュアルな発信っていうのを始めました。ツインデーの発信もこの時から始めたんですけど、2018年ですね、に、作ったのが、以前の、運命の人と幸せになるツインデーメール講座っていうものだったんですね。はい。で、これでもずっとですね、この公開してたんですね。で、まあ途中ね、少し手を入れて修正した部分とかあったんですけど、ベースは2018年です。で、今2024年ですよね。この6年間で、まあ、僕自身の覚醒もものすごく進んだし、ツインデーの学びというものもですね、自分の中の研究がですね、大きく進んだんですよ。もう全く2018年と2020年の僕は別人です。ですから、だんだん上がってくる中でですね、YouTube とかで発信する内容っていうのも、2018年に作ったツインデーメール講座の内容と合わなくなってきて、乖離してきちゃったんですよ。そのせいでですね、なんかだんだんツインデーの発信っていうのがしづらくなっちゃっていたんですよね。ただ、直すのとか、新しく作るのが億劫なんで、正直ずるずるともう長いこと放置しちゃってました。まあ1年っていうか正直2年ぐらい前から本当は作り直した方が良かったんですけれど、放置しちゃってました。でもこれはもうまずいなということで、今のね、自分なりのツインデーに関しての研究というのをまとめたものですね、これを4日間のメール講座という形でまとめさせていただきました。はい、それがですね、今回紹介するツインデーの真実を知るメール講座というものになります。はい、でももうはっきり言っちゃってですね、大きな違いというところで言うと、もうね、やはりツインデーの学びとは何か、統合の学びとは何かっていうことによっておいて、これはですね、明確にアセンションのための学びです。ですから、ツインデーというものは、なんていうか、運命のパートナーみたいな感じで、まあ、結婚とか恋人同士という意味での最高のパートナーというものではないということ。このような情報が圧倒的にツインデーの情報多いし、なんだかんだアセンションだとか言ってても、結局ツインデーと結婚することとか、恋人同士になることを目指すような発信の情報っていうのが圧倒的に多いんですよ。でもごめんなさい、申し訳ないんですけど、それはツインデーっていうものの学びの本質ではないですよということ。3次元的に結婚とか恋人になるという形を取る場合もあります。でも、
はっきり言っちゃって、これは宇宙的な愛の学びであるからこそ、三次元的な結婚とかっていうね、一対一の縛りの恋愛とか結婚っていうですね、そんなレベルのね、そんな小さな限定的な愛のレベルの学びじゃないんですよ。はるかにはるかにもっと大きな宇宙的な愛の学びをするのがツインレイの統合の学びなんですね、うん、でその本質をね、少しでも僕は、スピリチュアリティというものの本質にのっとって伝えたいなと思ったので、今回のメール講座を、作りました。なので先に言っちゃうと、もうとにかくツインレイと結婚すること、恋人になるっていうことがツインレイとやった目的だって思ってること、それしか目指し、私は目指してないよっていう方にはごめんなさい。このですね、メール講座読んでいただいても全く意味が分かんないと思いますから、そういう方は登録しないでください。これはあくまでも、ね、ツインレイの学びっていうのはやっぱりそういう結婚だ恋人になるっていう、そういうね、ベストパートナーだっていうことじゃなくて、やはり私たちが本質、無条件の愛を学んでいくこと、そして、統合っていうのはアセンションしていくという、地球の学びを完成させるものなんだっていうふうにやっぱり気づいていらっしゃる方、こっちに向かいたいなって思ってらっしゃる方にぜひ読んでいただきたい、内容になっています。ざっくりですね、どんなものが書いてあるかというと、まずツインレイとは何かということをですね、本質的な情報として書いていますし、その他にもなぜツインレイとこううまくいかないっていうことが起こるのかであったり、サイレント期間、そしてサイレント期間を乗り越えるヒントということ、その他にも無条件の愛とは何かだったり、男性性と女性性の統合というのはどういったことか、それからですね、ツインレイ以外にもですね、ツインフレームとかツインソウルとかツインスターとかいろんなソウルメイトがいます。でこういった違いでは何かとだったりですね、もうツインレイとかに関する、ね、いろんな学びっていうものを、8日間にねまとめました。はっきり言っちゃって、これはですね、有料の書籍で書くレベルの内容で、正直電子書籍版みたいな感じで最初出そうかなと思ったんですけれど、やっぱりですね、少しでも本質的な情報に、触れていただきたいなって思ったんですよ。やっぱりもうね、最近だと本当占い系のサイトとかでもツインレイって言葉がいろいろ出てくるんですけど、本質から離れた、誤解を招く、ツインレイの学びを遠ざけるような情報がたくさんあります。でもそういうものの方にみんなね、圧倒的に触れちゃうことが多いんですよ。で本質的なところになかなか触れていただくの難しいんですね。でじゃあやっぱりそこは僕発信しようと。でもちろんね、僕の他にも素晴らしいツインレイの発信する先生というのはいらっしゃいます。ただやっぱりそれぞれが、やっているツインレイの学びというのは違ったりしますから、そこのところっていうのを知っていただくためには僕のも読んでいただくと、いいんじゃないかなと思います。はい、特に自己統合というところの、僕はアセンションとか単なるツインレイとの学びっていうところを超えたアセンション、そしてその霊性を高めていくっていうこと、とは何か、そこから私たちがもう愛の学びを拡大してライトワークという形で、もう地球全体、宇宙全体の貢献していくっていうところまでつながる壮大な流れの中で、僕はツインレイの統合というのを考えていますので、そのような考え方、とか本質的な情報に触れたいっていう方はぜひ読んでいただきたいなと思います。でさらにですね、これをお伝えすると、今僕はですね、意識レベルの測定というのがキネシオロジーでできるようになりました。これはね、何度か、YouTube でもお届けしてお伝えしているんですけれど、デビッド・アール・ホーキンズ博士というですね、精神科医でスピリチュアル研究の第一人者になってですね、このパワーかフォースかっていう本があるんですね。この本はスピリチュアルの本なのに、世界で100万部以上の大ベストセラーになっていて、ホーキンズ博士はね、デンマーク王室からナイトの称号までもらってるぐらい、これはすごく影響を与えた本なんですよ。この本に出てくるね、1から1000の意識スケールってあるんですけど、これで意識レベルどのくらいかっていうのを調べてみたんですけれど、旧ツインレイメール講座ですね、2018年に作成したもの、この、意識レベルは518という数値でした。このね、500というのを境で、スピリチュアルな情報に関して、500未満のものは基本的にこれ信じる必要ありません。信じ度が低い。スピリチュアルな情報とは本当の意味で本質的な情報とは言えない。で500以上のものに関しては、その情報から何かしら、私たちの覚醒とか霊性を上げていくことにプラスになるよっていうものが含まれているってことなので、一応旧ツインレイメール講座も500を超えているので、これはすごく価値があるものだったんですね。ただ、新しく作ったツインレイの真実を知るメール講座に関しては、783という数字になりました。これは700以上が悟りというですね、意識の段階に入っていくので、700から1000が悟りですね。ですから
このね、まさに情報というよりは真実度が高いということですね。ここには無条件の愛っていう540も含まれてるし、覚醒と言われる600レベルもそれに超えていて700をいってるというところの情報なので、もうはっきり言っちゃったらですね、もうこのメール講座無料ですけど、読んでいただくだけでちょっと覚醒が進むんですね。でさらに言うとですね、これ特典資料いろいろつけてるんですけれど、メール講座を全部8日間を通してのご感想を送っていただいた方に、すごい無料特典のプレゼントをご用意してるんですよ。これはですね、もうね、まあ、ツインデイ研究のよりメール講座より高度な内容になるんですけれど、32ページにわたるレポートです。もうね、これこそ本当で有料のセミナーでやる内容なんですけど、ちょっと今回ですね、まあ、ご感想いただいた方には無料でプレゼントするってことにしたんですね。で、こちらがそのですね、内容はちょっと測定したところ810というですね、意識レベルの数値が出ましたんで、よりメール講座よりも高いですね、真実度の高い情報で、まあ、このメール講座とこの特典資料ですね、を、特別特典を読んでいただくだけで、いや、そのちょっと意識レベルっていうものもね、30から40くらい下手すると人によって上がる可能性がある。それぐらい覚醒を推し進める内容なんで、ぶっちゃけこれ無料で提供するというのは、本来的にはやっぱね、良くないのかなと思うんですけど、ただ、有料にすると読んでくれる人減っちゃうから、まあ、ここは入り口は本当に無料でしようと。うん。その代わりもっと深い真実とか、もっと本質的な情報を知りたいって方は、申し訳ないですけど、そこはやっぱり僕もね、お仕事としてやってるところあるんで、そこは、まあ、僕のセミナーだったり、セッションとか受けていただくっていうことをしたい。ただ、もう本当このメール講座と、この特典資料だけでものすごい価値がある内容です。これ無料で登録できるんでですね、ぜひ読んでください。これ読んだからで魂取られたりしないので、本当にね、僕はこれは素晴らしい価値がある情報だと自負しています。だからこそこれだけはっきりと断言できるし、自信を持ってお届けできるんですよ。まあ、僕がここに伝えてる今エネルギーとか情報に嘘全くないですから、うん、本当にそうだからこそ僕が伝えてるんですね、うん、ただこの情報を理解していただけるっていうのは、以前のメール講座よりもやっぱり数は少なくなるなと思って、少数になってしまうかなと思う。でもやっぱりその段階まで来た人でしかでないと、本当に覚醒とか統合ってしていけないので、逆にまあそこまで来ている方がこれ読んでいただいたら、本当にツインデーの統合の学びということに関しての気づきとか学び、実際そして変容とかにプラスになります。これ必ず進みますから、本当にこれは登録して読んでいただきたいと思っています。なのでぜひよろしくお願いします。概要欄のところにですね、一応リンク貼ってますんで、そこから飛んで登録できますんで、よろしくお願いします。はい、ということでですね、こんな感じでもう僕も本当にエネルギー変わって、覚醒進んで、意識もうね、関数世界とかいろいろ変わってきたので、それに伴ってですね、やっぱよりね、多くの方、一人でも多くの方を覚醒統合の段階にですね、進んでね、導きたいと思ってます。で、そういう人たちが一人でも増えることがですね、もう地球全体、人類全体にものすごい大きな影響、変容の影響を与えて、まあ地球がね、本当に争いがなくなって、平和、そしてアセンションした世界に近づくっていうことになります。そういった本当に素晴らしい貢献になると思っているので、そこはもう自信を持ってやっていこうと思ってますんで、これからも YouTube はですね、以前より、たくさん発信していきたいと思います。ぜひですね、見ていただけたら嬉しいです。ここまでですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。